皆さんどうもこんにちは。ビジネス塾の翔です。今回の動画では著者がアンソニー・ロビンズさん、そして翻訳解説が本田健さんの著書一瞬で自分を変える法の解説をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えいたします。一言で言えば、この本は結果を出すため、望んだ結果を出せる人間に変わるための情報がぎっしりと書かれた書籍です。というのも、結果を出したければ結果を出せる思考回路、結果を出せる脳を作ればいい。もっと言うと、成功したいのであれば成功者の信念をモデルにすればいい。読解力と思考力さえあれば、あなたは世界中の成功者の信念を模倣することが可能なんです。結果を出せない人には結果を出せない人の習慣、癖があります。結果を出せる人には結果を出せる人の習慣、癖があります。そしてそれをまずは知識として身につけ、思考し脳を変えていく。結果を出せる思考回路、脳を作れば、あなたも成功者の仲間入りをできるのです。このような考えをもとに書かれた書籍は、様々な成功者に共通する思考の習慣を私たちに教えてくれており、自分自身の行動を改めて見つめ直すきっかけを作ってくれます。そして今回の動画では、その内容をもとに成功者、結果を出せる人に共通する思考に関する情報を皆様にお届けしていきます。ぜひこの動画の情報をもとに、皆さんの読解力と思考力で成功者の思考、信念を模倣していただければ幸いです。では今回の動画の内容です。今回の動画は第1部、成功に向かい爆心する人の7つの特徴、第2部、勝ち続ける頭と心を育てる5つの要素、第3部、奇跡を起こす7つの信念、このような流れで情報をお届けいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように書籍の内容をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまず第1部、成功に向かい爆心する人の7つの特徴に関してお伝えいたします。ちなみにこの7つの特徴が一体どんな特徴なのか一気にお伝えすると、1、情熱、2、信念、3、戦略、4、明確な価値観、5、高エネルギー、6、対人関係力、7、コミュニケーション力。この7つの力が圧倒的に高いというのが共通する特徴です。ちなみにこの7つの特徴のうち4つ、情熱、信念、戦略、価値観は結果を出すための土台です。目標達成、自分自身の目的に対して寝食を忘れて没頭できるほどの大きな情熱を持ち、自分にはできる、できる可能性はゼロではないと自分を信じる、不確実な状況にあってもこの方法で道は開けると信念を持つことができる。そしてその信念で誤った方向に向かうことがないように戦略を立てることができる。例えば自分の夢実現のためには何を学び、誰に会い、何をすべきなのか、このような具体的かつ正しい戦略を練ることができる。さらにその戦略を組む際に軸がぶれることのないような明確な価値観、自分にとっての本当に大切なこと、これだけは譲れない、負けられない、どうしても叶えたいという価値観を持っているという状態を作りましょう。そしてそこまでできたら自然と力がみなぎってきます。行動せずにはいられない、じっとしてはいられないという感覚で、とにかく行動を起こしたくなります。そしてチャンスとは、そんな行動を起こす高エネルギーを持っている人のもとに集まってくるのです。そしてその巡ってきたチャンスをものにするためには対人関係力が重要な鍵を握っています。成功者は例外なく他人と深い絆でつながること、人脈を構築することの非常にうまい方たちが多いです。そしてさらにコミュニケーション力も長けており、相手に対しても自分に対しても的確な問いを投げたりすることができ、より深く人を理解することができるのです。成功者にはこのような7つの特徴があるんです。まずは情熱、信念、
戦略、明確な価値観という土台を構築し、行動するエネルギーを自家発電のように自分の中で作ることができる人になりましょう。そしてそれと同時に人脈を構築する、人と深くつながる、人を深く理解する、そんな対人関係力とコミュニケーション力を磨くことを心がけましょう。これが今回の動画の第一部、成功に向かい爆心する人の7つの特徴に関してです。では続いて今回の動画の第2部、勝ち続ける頭と心を育てる5つの要素に関してですが、結論をお伝えすると、その5つの要素がこちら。1、環境。2、経験、出来事。3、知識。4、成功体験。5、イメージ。この5つです。自分を取り巻く社会環境に根ざす価値観、先入観と異なり、意見を平然と口にできる人は多くない。大抵の人はそのような意見すら持つことはできない。アインシュタインがこのような言葉を残しているように、環境はあなたの思考、意見を決定づける大きな要因となります。だからこそあなたの周りに挑戦し成功をもぎ取る人が当たり前にいる環境に身を置くことが、あなたが成功を手にする、勝ち続けるために必要となります。そして様々な経験を通して自分自身の価値観を知り、自分の貫きたい譲れない信念を把握する。その上でそのために必要となる知識を身につける。さらに過去の挑戦して成功した出来事、何か成し遂げた出来事を自分の気持ちの拠り所として自分にはできるという信念を強く持ち、未来の実現したい理想像を明確にイメージする。そうすることで、あなたは自分の理想に向かって自然の力と環境の力、二つの力で突き進むことができるでしょう。これが今回の動画の第2部、勝ち続ける頭と心を育てる5つの要素に関してです。では続いて今回の動画の第3部、奇跡を起こす7つの信念に関してで、この奇跡を起こすための7つの信念とは、1、可能性に気持ちをフォーカス。2、失敗はない、あるのは結果のみ。3、どんな結果も責任を持つ。4、細かいことより本質をつかむ。5、人材こそ最大の資源。6、仕事は楽しんでやる。7、努力の差こそ結果の差。この7つです。すべて言葉の通りではありますが、何か物事に挑戦しようとしたとき、できる可能性にフォーカスし、そのために今できることに集中するスキルが非常に高いです。そしてできる可能性に目を向けると同時に、失敗というものは存在しない。突き進んだ上で存在するのは結果のみ。だからこそ一度望まない結果が出たとしても、また改めてその結果から学び、次の取り組みを行う。さらにその望まぬ結果でもし何か損失を生んだとしたら、その責任は必ず自分が背負う覚悟は決めている。責任を取る人は力を得るが、責任から逃れようとする人は力を失うのです。そして何かを決断する際、行動する際は、細かいことまで気にしていては身動きが取れなくなってしまいます。だからこそ、結果を出す人は細かいことまで情報を集めることはせずに、本質を捉えることに集中する。そして成功者は例外なく、他人に対して敬意と感謝の気持ちを忘れることはありません。さらに成功を手にできる人は、与えられた仕事を楽しむだけではなく、心の底から楽しめる、自然とやる気がみなぎってくる、そんな仕事を探す努力を一切惜しみませんし、その理由としては努力の差こそ結果の差という意識を持っているからこそです。だからこそ努力し続けることができるように、やる気がみなぎる、楽しめる、そんなことを探す努力を惜しまずに続けていくんです。これが想像以上の結果であったり、限りなくゼロに近い成功確率の中でも成果をもぎ取る、成功をもぎ取る、そんな奇跡を起こす7つの信念であり、今回の動画の第3部の内容です。結果を出したければ、結果を出せる思考回路、
結果を出せる脳を作ればいいんです。成功したいのであれば、成功者の信念をモデルにすればいいんです。あなたの読解力と思考力を駆使することで、あなたは世界中の成功者の信念を模倣することが可能となります。結果を出せない人には、結果を出せない人の習慣、癖があります。結果を出せる人には、結果を出せる人の習慣、癖があります。ぜひ、結果を出せる人の信念、そしてその信念から生まれる習慣、癖を自分のものにし、結果を出せる人になりましょう。いかがでしたか？今回の動画を見て少しでも面白そうだと思われた方は、ぜひ書籍をご一読ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。